popular record that you would like to recommend to the viewers?そうですね、レコードではないんですけど、うん、あの僕の友達のアーティストがこの、昨年ですかね、絵本を書きまして、あの日本のレゲエの三木道山が作った絵本に絵を描いてまして、あと彼はそのうちの前にある看板とか、あと音楽系だとあのイギリスのベースメントジャックスのジャケットをやったりとか、oh, wow. で彼もすごい音楽が好きで、レコードが好きで、自分で DJ とかやったりとかして、ロブ・キドニーって言うんですけどね。Can we have a look at this book? そうっす。Like an illustration book. で、うちの店だと、この、あれか。1ページ分彼がね、自筆で書いてくれてます。It's so cute! And are these like, is this a set of stickers? あ、そうです、スティッカーです。And it comes as a set?Oh, wow. まあこんなんですね。あの発売された当時はアマゾンの絵本チャートでナンバーワンになりました。What? Really? そうなんです。結構ね人気なんです。いろいろやってて、そうですね。で彼がやったジャケットはこのベースメントジャックスね。How did your friend become involved with Basement Jacks? Do you know? 彼はもともとベースメントジャックスのメンバーと友達で。日本にあの今まあ住んでるんですけど、日本に来たきっかけもベースメントジャックスの、日本のツアーについてきて、それで日本が気に入っちゃって、翌年一人で来て、それで、あの今日本に住んでアーティスト活動しながら、ドタバタで、ね、ギャラリーやってます。 We were walking around the store and we saw this really cool setup. Tell us about this. はい、こちらは昨年ですね、私どものお店を舞台とした映画を作りまして、そのセットで使われた電池区です。これを使っていろいろするんですね。これ見てのお楽しみなんですけど、絶賛のブルーレイ発売中です。サントラも、はい、And the whole, it's like a short movie. そうですね、45分ぐらい、はい、45 minutes、はい、and it was all filmed in this store?ここほぼここですけど、まあアクションのシーンとかね別のところでやってますけど。So, I understand that the actor is... そうですね、結構有名なあのテレビなりあと舞台とかやってる方が協力してくれまして、はい。Wow. あの撮影はあのカメラを止めるなのチームとか、アクションは新仮面ライダーのチームとか、wow. 手伝っていただきました。Check it out. You guys can get it on Blu-ray?Blu-ray. When you visit, can you also can they order this online as well? そうですね、はい。こちらの方で OK です。あの映画作った時はこちらの店でも上映会やったんですけどね。Oh wow. That sounds like lots of fun. そうですね。もうあのいろいろやってくレコード屋にしたいですね。Ah, nice, nice. What kind of customers usually come into your store? 年配の方が多いですけど、最近は若い女性の方とかもね結構増えてますね。本当に CD とかも買ったことないような世代の方が来て買ってったりとか、ある日はお父さんにプレゼントするんでレコードを買う、探しに来たとか、そんなのもありましたね。はい、like girls in their teenagers, like 20s? まあ多分それぐらいだと思います本当に。 So have any famous people come into this store before? そうですね、はい、まあ、ミュージシャンの方とか、まあ、僕も知らない方とか、まあ、結構来てますけど、うちに来た中でおそらく一番有名なのは僕の友達で、ポール・マッカートニーがビートルズ辞めた後に作ったウィングスというバンドでギター弾いてた最初のギタリストですね、ヘンリー・マックロフという、人がうちの店で来たのが多分一番有名人かな。もうね彼亡くなってしまったんですけどね。うん、ねで彼来た時にうちの店でライブもやってもらいましたね。結構それはね良かったですね。さすがにね。So the live, the concert must have been at the old location before you moved here? 前の店です。うん、can you do a concert in here? Is it too...、うん、あそうです。まあここでやるみたいな感じですね。バンド。まあ店の広さもこれと同じぐらい。今でもライブできますか？ライブまあできますね。すごい。ね、はい。まあ DJ イベントはね、やってます。月1回ぐらいかな。あと
そのビールを作ってるんですけど、新作ビールが出た時とか、今度ひな祭りとかね、そんなのもやりますよ。If our viewers are interested in attending these events, where can they find this information? そうですね、ウェブサイトなり、まあ、SNS、Twitter、Facebook 等で、情報確認できます。Awesome! 、ね、Thank you! That's a really exciting thing if you're looking for like, something to do on a night in Japan and you're interested in records. Come check out this event! Now, I understand that Darumaya also has a YouTube channel? あ、そうです。YouTube チャンネルやってまして、まあ2つチャンネルあって、まあ、1つはこう店の中のこと、店のスタッフがいろいろ話してたりとか、まあ、ビールの紹介であったり、まあ、イベントレコードの紹介であったりとかやってます。あともう1つのチャンネルは仲間のミュージシャンとか出ていろいろ話してくれたりとか、そんなのやってます。 Interesting. And I presume these YouTube channels are all in Japanese?そうですね。じゃあつけましょう、今後ね、つけれる、ね、字幕だけでもね。Then we will try and add English subtitles, but for now, think of it as Japanese listening practice. I heard that you have a cleaning service. はい、そうですね。Tell me about that. 超音波、洗浄機のレコードクリーニングサービスをやっております。Wow. So,What condition does the record have to be in to successfully clean it? レコードの溝の汚れが取れるので、溝に汚れが溜まってるようなレコードだと、かなり改善されると思いますね。普段のこうクリーニングで取れないような、細かいそういった汚れが取れて、音質改善されますね。はい、What if there's mold on the records? そうですね。カビもそうですね、取れますね。ある程度ひどいやつは先にある程度洗浄しといて、それからかけますね。はい、And you have that full service here. How much does it cost to clean one record? 499円。Okay, so プラス税金。Okay, just over 500 yen. そうですね。Is there like a package rate? Like if I bring 10 records, will it be cheaper?そうしましょう、じゃあ今回の収録の特典にしましょう、それはね。はい、so、if you mention, 任せてください。 If you mention that you watch the B-side YouTube channel, you can get a discount on a package rate of cleaning multiple records. Right, Billy? Yeah. You mentioned that a lot of the records here are second hand, so they're old items. Where do you normally find these records? はい、ほとんどはお客さんからの、買い取りですね。出張、お客さんから依頼があってレコードを買ってくださいって言って取りに行って買ったりとか、持ち込みだったりとか思うんですけど、あと最近は少なくなりますけど、海外に買い付けに行ってとか、そういうのもありますね。 So you flew overseas? そうですね、まあ、For example, イギリス行ったり、ね、カリフォルニア、まあ、アメリカ行ったりとか、オーストラリア行ったりとか。電話帳でやっぱ調べていきました、その頃は。もう20年ぐらい前なんで、まだインターネット、right. ね、今だったらね、簡単にこうやってやって見つけられますけどね。So you would go to record stores and buy records there and then bring them back to Japan? Was it difficult to bring them back to Japan? Because they're quite heavy, right? あ、送ります。Oh, you just send them? うん、買い付けて買ったレコードを最後運送会社行ってパレット借りて梱包してちゃんとラップして送っても、船とかでね、送ってもらいますね。船の方が安い。 So you don't really buy from overseas anymore? 行きたいですけど、なかなか今難しいですよね。逆に今外国の海外のレコードショップとディーラーの方が日本に買いに来ますよね、どんどんね。 Why is that? Why do you think?日本のやっぱレコード、日本はやっぱ東京、特に日本はレコードある、意外とある。ああ、しかもコンディションいい、しかも珍しい帯とか、45とか、だから売る方ですね、今ね、海外ね。 So it's much easier now. その方が、そうですね、そういう時代になっちゃいましたね、いつの間にかね。Lucky for Japan. そう思います。Alright, that's it for today. Thank you so much to Billy from Darumaya-san for joining us today. それでは皆さんお待ちしております。 Thank you, bye bye.
事項